吉田英三、3月5日から1978年4月24日は、日本の海軍軍人、海上自衛官。最終階級は、海軍大佐、海将。農業を営む吉田倉之助の三男として生まれる。岩城中学校卒、1922年6月、海軍兵学校卒業。海軍大学校卒業。海軍での最終階級は、 海軍大佐。終戦に伴い旧海軍省は解体されたが、福音に必要な人事情報に精通していたため、例外的に GHQ による公職追放を免れ、第二福音局に引き続き勤務。この頃から職務常設していた情報と人脈を用い、勤務時間外に新海軍再建計画を画策する。日本政府に、この 新海軍の素案を提示するが相手にされず、朝鮮戦争直後、変わって、今度は、野村義三郎と共に、アメリカ政府に同案を働きかけ、交換職を得る。その後、海上自衛隊創設の主要メンバーとなる。海上保安庁海上警備隊、横須賀地方幹部長を経て、第一戦隊軍司令、自衛艦隊司令を歴任した。 内閣憲法調査会の憲法運用の実際についての第三委員会の参考人に選任された際には、全自衛官隊司令の経験から、実際の経験から、自衛隊を正教な部隊たら締めるためには、名分だけは、なんとか国家の象徴たる天皇を最高指揮官たら、締めることが最善であるという意見を述べている。明治の基地の正確な表記は、である。 また、A さんは、映像とも読まれていたようである。憲法調査会、憲法調査会報告書大倉省印刷局、P153、昭和13年11月15日海軍、事例広報号外アジア歴史資料センター f CE130 億7207万4500、昭和14年11月15日海軍事例広報。 第402号アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万6700昭和16年8月15日海軍事例広報第691号アジア歴史資料センターレフ C130 億7208万1700昭和16年10月11日海軍事例広報 第726号アジア歴史資料センター FC130 億7208万2700昭和18年5月1日海軍事例広報第1103号アジア歴史資料センター FC130 億7209万800昭和18年5月1日海軍事例広報第1106号アジア歴史資料センター FC130 億7209万800 昭和18年7月10日、海軍事例広報第1169号アジア、歴史資料センターレフ c 1 3 0億7209万2100。昭和19年4月1日海軍事例広報第1401号、アジア歴史資料センターレフ c 1 3 0億7209万7000。昭和19年8月8日。 海軍事例広報校第1557号アジア、歴史資料センターレフ、C130 億7210万400、昭和20年4月28日海軍、事例広報校第1785号アジア、歴史資料センターレフ、C130 億7210万4500、昭和20年7月6日、海軍事例広報校第1848号、 アジア歴史資料センターレフ C130 億7210万5900昭和20年7月19日海軍事例広報校第1861号アジア歴史資料センターレフ C130 億7210万6200昭和20年12月21日第2福音省事例広報校第18号アジア 歴史資料センターレフ C130 億7216万2100 21昭和20年12月8日第二福音省事例広報校第7号アジア歴史資料センターレフ C130 億7216万2000昭和22年6月6日福音庁第二福音局事例広報第37号アジア 歴史資料センター FC130 億7216万600、漢方本市第7613号、漢方本市第1万3607号毎日、新聞、1978年4月25日、第23面、漢方本市第1万5396号。ありがとうございます。